アフロユーラシア大陸、アフロユーラシア大陸、アフロユーラシア大陸。アフロユーラシアは、アフリカ大陸とユーラシア大陸を合わせた大陸であり、現在、地球表面上における最大の陸海である。普通は別の二つの大陸として数えることが多いが、両者はスエズ地峡で繋がっていたため、現在はスエズ運河で寸断。これを一つの大陸、超大陸とみなすことができる。 ユーラフラシア、ユラフルナ、アフラシア、アフレナという用語もあるが、あまり使われない。アフロユーラシア大陸は、古代より知られたエクメーネであり、周辺の島々を含めると、8498万532平方キロメートルの面積を有し、2006年、現在、全人類の85%である、約57億人が住んでいる。歴史的には、 古代文明と数多くの大帝国を後期させてきた地域であり、今なお人口や経済活動の面で世界の主要な部分を占めている。旧大陸の古称はアフロユーラシア大陸とほぼ同じ対象を指しているが、そこには必ずしも単一の陸海という意味合いはない。それに対しアフロユーラシア大陸の古称は文脈に応じて周辺当初を含まない。 単一の陸海の意味合いで用いられることがある。旧大陸、旧世界は、また、東半球と称されることも多いが、この故障は、西半球すなわち、アメリカ大陸の味方に立った表現といえる。近代特に第一次世界大戦後は、地政学の影響が強まり、その観点からアフロユーラシア大陸の本体だけを、指して、世界島と呼ぶ風潮が一時流行した。これは、 イギリスの地理学者で政治家でもあったハルフォード・マッキンダーの造語によるもので、ここでは、グレートブリテン島、イギリス、アイルランド島、アイルランド、日本列島、日本、マダガスカル島、マダガスカルなど、周辺の島々は含まれない。これは、当時、陸軍を重視する大陸の諸勢力にあっては、半島や島などへの進軍は、軍事的に不利と考えられたとを前提としている。項目。 ハートランドを参照。地質学的には、仮説の超大陸、パンゲア大陸がアフロユーラシア大陸の母体になったと考えられる、次節、地質参照。アフロユーラシアは、通常二つ、ないし三つの大陸の集合体とみられているが、それは必ずしも適切ではなく、超大陸サイクルの理論、ウィルソンサイクルに従えば、むしろ元来は一つの大きな超大陸である。 地質学の知見からは、地上で確認できるアフロユーラシア大陸の最古の陸地はアフリカ大陸南部のカープバールクラトンであり、およそ30億年前まで、現在のマダガスカル、インドの一部、西部、オーストラリアなどと共に、最初の超大陸であるバールバラ大陸内し、ウル大陸を構成していたと推定される。ただし、バールバラ大陸の時期や広がりなどの詳細は、不明であり、 全体像をつかめていない、まだ、仮説上の大陸の域を出ない大陸である。古生代デボン期、約4億1600万年前、約3億5900万年、前、ローレンシア大陸、ヌーナ大陸と、バルティカ大陸が衝突して、ユーラメリカ大陸を形成。そして、古生代ペルム期、約、約2億9、900万年前、約2億5、100万年前、初期には、 ゴンドワナ大陸とユーラメリカ大陸が衝突、さらにベルム期の終わりである2億5000万年前頃には、ゴンドワナ大陸、シベリア大陸などすべての大陸が次々に衝突したことによって、パンゲア大陸と称される超大陸が成立した。パンゲア大陸は、ベルム期から中世代三条期、約2億5100万年前約1億9960万年にかけて存在し、 二億年前頃から再び分裂を始めたとみられる。パンゲア大陸の分裂によってアフリカプレートが南部のゴンドワナ大陸を形作るとともに北アメリカプレートとユーラシアプレートがともに鉄スカイを挟んだゴンドワナの北側にロラシア大陸を形成した。これはインドプレートの活動によるものであるが、このことは現在の南アジア、インドア大陸に衝撃をもたらした。 ヒマラヤ山脈は約7-0000 00 00前に 6000km 以上を移動したインドア大陸が約5-0000 00 00前から4-0000 00 00前にかけてユーラシアプレートと衝突したことによって形成され始めたと考えられている。そしてほぼ同時期にインドプレートはオーストラリアプレートと融合したとみられる。アラビアプレートは約3 レー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 前にアフリカより切り離され、約1、900万年前から1、200万年前の間には、その影響を受けたイランプレートがエルブールズ山脈とザグロス山脈を形成した。このアフロユーラシアの初期の接合の後、現在のスペイン南部にあたるに沿って、600万年より少し前に、が閉じたところから、今日のアフリカ大陸北西部とイベリア半島が、 結びついた。これにより、今日の地中海周辺は、盆地上、地中海盆地となって著しく乾燥し、の問題を引き起こした。ユーラシアとアフリカは、ザンクリアン期、新生代、新代三期、先進予の前の、約533万年前に起こった、によって、地中海が、ジブラルタル海峡によって内洋に通じたことで、切り離され、 後悔及びも形成されて、アフリカはアラビアプレートから遠く分離した。現在のアフリカ大陸は、狭い陸橋である、スエズ地橋でアジア大陸と結びつき、ジブラルタル海峡やシチリア島などによって、ヨーロッパ大陸とは切り離されている。古地質学者のロナルド・ブレイキーは、次の1、500万年、内し1億年のプレートテクトニクスは、 かなりの角度でもって予測可能だと説明している。今後、アフリカ大陸は北方に移動し続け、およそ60万年後には、ジブラルタル海峡は塞がれて、地中海の海水は猛烈な、速さで蒸発すると予想される。超大陸が、その時期にあって形成されることはないだろうとしているが、しかしながら、地質学的な記録によれば、プレートの活動は想像もできない変化に満ち溢れて、おり、 その活動を前もって推定することは、極めて、極めて不確実であるとも述べている。可能性としては三つ考えられる。第一に、シンパンゲア、アメージア大陸、パンゲアウルティマ大陸、最終パンゲアといった、超大陸の形成である。第二に、太平洋が塞がり、アフリカとユーラシアは結びついたままだが、ユーラシア大陸自体が分裂し、ヨーロッパとアフリカが西に向かって移動する。 可能性、最後は、三大陸が揃って、東に移動して、大西洋を塞ぐという可能性である。人類は長らく、アフリカ大陸において進化し、そのうちのわずかなグループがでアフリカして、外部世界の各地に適応進化した。そのため、アフリカに残留したネグロイド人種内部の遺伝的距離は、コーカソイドやモンゴロイドなどのその他の人種間の遺伝的距離より、 はるかに大きいとされる。高カソイドの一部は北アフリカに戻り、およそサハラ砂漠を隔ててネグロイドと住み分ける形となった。気候の温暖化に伴い、約1万年前にはユーラシアと北アフリカにおいて農耕が成立し、牧畜や夜勤技術の誕生を招いた同様の発展はアメリカ大陸でも独立して起こったが、これはアフロユーラシアに比較して、 数千年の後のことであった。金石平洋時代の後期には、メソポタミアで、シュメール人の都市国家が生まれた。ナイルガー流域では、都市国家の成立はこれにやや遅れたが、統一国家の成立はむしろメソポタミアに先んじた。同様の青銅器文明は、インダス川、河河長江など他地域でも現れ、それぞれ文字を伴う、農耕文明として、発展を遂げた。 この大陸を舞台に、アケムネス・アッサ、ペルシア、アレクサンドロス大王の帝国、東西のローマ帝国、ウマイア朝、アッバース朝によるイスラーム帝国、モンゴル帝国、オスマン帝国、ムガル帝国、大英帝国、ロシア帝国及び中国の小王朝など強大な帝国が出現した。ユーラシア大陸の東側と西側内市アフリカ大陸東岸とは、シルクロード、キヌの道、 草原の道、海の道によって結ばれ、物流と文化が行き交った。ヨーロッパが主導する大航海時代にあっては、コロンブス交換と欧州以外の各地の反植民地化がれに伴って起こり、世界の文化にグローバリゼーションの波を持たした。第一次産業革命が英国で、第二次産業革命が英国はじめ仏独米などで起こり、アフロユーラシアの地に住む、 人々の多くが流血の戦争、革命を経験した。第一次世界大戦及び第二次世界大戦は脱植民地化と共産主義革命をもたらしたが、1989年の革命により東西冷戦が終結し、資本主義諸国側の勝利となった。今日、核兵器を有する9カ国のうち8カ国がユーラシアに所在し、ヨーロッパ連合、EU。 ロシア連邦、日本、中華人民共和国といった強国もまた、ユーラシアに内包されている。今日、アフロユーラシアは、世界人口及び諸文化の大半を保有するだけでなく、世界経済においても、中心的な役割を担っており、ここから生まれたインドヨーロッパ語、セムハム語、シナチベット語、ウラルアルタイ語などに属する諸言語が、新大陸を含めた全世界で話されている。 アルファベット、漢字、アラビア文字、ブラーフミー系文字と言われる、インド系書文字、日本の金文字などの文字も、また同様である。世界中で最も多く信仰されている四大宗教、すなわち、キリスト教、イスラーム教、仏教、ヒンドゥー教やキリスト教、イスラーム教の起源になった、ユダヤ教はすべてアフロユーラシアの地をホッチとしており、同様に、 経験的な諸科学、哲学、ヒューマニズム、世俗的な諸思想などもまた、多くはここから起こってきたのである。アフロユーラシアは次のような地域に区分できる。人類学、歴史学の観点で、アフロユーラシアをユーラシア、北アフリカとサブサハラに二分することがある。アフリカ大陸にあっては、アフリカ連合、AU、西アフリカ諸国経済共同体、 中部アフリカ諸国経済共同体、東アフリカ共同体、南部アフリカ開発共同体、アラブマグレブ連合などの地域統合、地域協力のための機関があり、ユーラシアにあっては、ヨーロッパに、欧州連合、EU、欧州自由貿易連合、f t a 中央自由貿易協定、CEFTA、旧ソビエト連邦地域に独立国家共同体、CIS、 ユーラシア経済共同体、ベラルーシ・ロシア連合国家、アジア地域に湾岸協力会議、経済協力機構、エコ、南アジア地域協力連合、サーク、東南アジア諸国連合、アセアンなどが組織され、それぞれ地域統合を強めている。また、アフリカ、ユーラシアの両大陸をまたぐ機関としては、アラブ世界、アラビア語を話す地域の統合を目指したアラブ連盟が、 中華人民共和国が近年と泣いている一帯一路は中国からヨーロッパやアフリカまで陸海路で結びかつてのシルクロード沿いに中国を中心とした新しい経済圏を生み出そうとする構造でありアフロユーラシア大陸を一体的なものとして捉える発想に基づいている具体的には中国からロシアや中央アジアモンゴルを経由例して イギリスのロンドンやスペインのマドリーまでを鉄道で結び、例、一方ではアフリカのジブチやパキスタンのグワダルなどインド洋各地に中国主導で港を作り、カイロでギリシャのピレウスなどヨーロッパに連結させるというものある。これについては一部に中国資本による地域開発を歓迎する行為があるものの、明確に中国の覇権主義と結びついた構想であることから、 これを警戒する声も大きい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。